お疲れ様です。今日はですね、こちらマジジョルレカーやっていきます。というわけでですね、まあ、今ね、もうディガー環境です。はい、ディガー最強時代が来てますんで、まあ主にはねディガポイなんですけども、このディガーオールブレーカーもね、はい、もちろん強いですよと言ったところでやっていきましょうか。で、まあポイズンがねやっぱ多いので、端前マジアチャがね重要になってくるかなと。あとヤナアメとかも多いんで、そう考えるとマジアチャだいぶ生きる環境かな。ファイボ自体ねマジでいないと思います。はい、まあ、ファイボいないんですけどみたいなね。ヤナアメザップとか、まあ、ディガーヤナアメとか、まあ、マジアチャをワンパンできる呪文は少ないんですけども、組み合わせでね処理してくる相手はちょっと多いかもしれない。さあ着衣老服だ。これはもう100-0相性って言ってもねいいぐらいの神相性が来る。まあボムなかったらね、それこそバルキリーウッドとか、まあ、キングとかもできたんで許容もできる。さあクエイクデリウッドっすね相手が。なのでまあマジアチャでまあ射抜きつつチクチク守っておけば良さそうですね。はい、またディガーの受けにゴブリンがあるのがちょっと嫌なんですけど、まあ着衣はね逆サイでこんな感じでやっておくと結構守れます。まあ、飛ばすけどデリで終わるかな。一応これデリバリーって落ちてから一発でマジアチャを処せるんですよ。だから落ちてきた瞬間にもうまあ読みになるかな。はい、剥がすトルネード打っていけばデリバリーも吸えます。はい、吸ってねいい感じにマジアチャの射抜く餌にできます。まあ負け筋はあんのかな。まあ着衣事故とまあ俺がシャシャルぐらいか。痛い。ファイスピも許しません。まあこれは逆サイア着衣ですか。デリか。このウッド攻めで打っとけよかったかな。まいいでしょう。さあダメージ今んとこまずトントンなのよくないな。射抜きたい。まあ一旦ね。うわやばいけど待ってました。これや、抜けてるこれあれなんか巻きすぎになってるやつ、巻きすぎになってるやついるが、いや意外と、おこれデリバリーきた。はいいやでも相手も分かってる。あっちが消える。延命する。危ない危ない危ない。さっきのねあの着衣事故でだいぶ世界が変わっちゃったっすね。まあこのマジアチャ危ないですね。はい、豚がね来ちゃうんですよね。はい、危ねあの着衣っすね。よくないよくない。まあでもこうなったら逃げきれない。もしかして逃げ切りたいんですけど、前でディガーの受けが少ないんでね。ゴブリンだけ裂いた瞬間に飛ばしていけば。いや危ない、危ないよ。うドヤン。とりあえずえマジ負けそうじゃん。いいんですかいいんですか、マジアチャで射抜かせてもらっていいんですかい。おマジアチャ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 
マジアチャー、チンパンですさえむちゃくちゃやん、はい、感じですけども、まあマジアチャ食いだけっすね。あとはもう橋場マジアチャで言い抜いとけばいいんで、さあ射抜くことだけを考えます。まだ序盤のキンキーっすね。ハイスピーだな。クロスとかが香ってくる。バルキリーファイスピー、いや珍しいぞ。でも今はアイスピーの時代なんだね。もうドリルだ、取るね。ほい、さあなんだ、まあ、スケキン型のドリルとかか。まあ、いっぱいあるだよな。トルネは、お主はない。いや、吸うでしょ？え？神トルネじゃないこれ。あー、一発？うい。気合が足りん。そうっすね、スケキンじゃなくてバルキリーのドリルで、ファイボーオンリーかな、呪文。そんな気がする。バルキリー、どこ行っとん？バルキリー何やっとんよ。さあなので相手はね、裏ドリルからの端前吹き矢とかをねしてくるっすよね。やば、本当にこれだからね、たまにコメント欄でね、え、ラッツさんって後付けなんですかって言われるんですけど、いや全然後からの何声つけるみたいなんで撮影したことないんですよ、一回も。ただの読みです。未来が見えてます。はい、見に来て、見に行くか。ここさえ溶かしてしまえば、あとはなんとでもな、なん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 なって感じですね。はい、おいやこれ絶対いねえってよかったわ。ビビってるやつがいる。犬来てー全然射抜いてねえ、さっきから遅い日もあるよな。さあハイボ使った。え、あんちゃんいいん見たぞ俺は。あークリストからの無理やり射抜かしていただきます。ハイボ使うで、これ真ん中バルキリーが来て、それを射抜いて、やばおい気持ちいい。マジで強すぎ相手もびっくり、あれこいつなんかなんか一歩早いぞっつって。さあマジアチオールブレイカーね、あ強いかな。ほん半年ぐらい前、1年に経つのかな、一応このデッキでね世界一フィニッシュをしたモサもいるんで、極めれば世界一いけるポテンシャルあります。だいぶ大変ですけど、なんかその上手い人のプレイ見たけど、マジでそんな行くっていうぐらいね。ああマジかよ、それは予想できんかな。急にね端前バルキリーウォールブレイカーディガーつけうっとうみたいなのに、やりすぎちゃうんっていうぐらいも言ったりするんで。ああこれやばいね、アイスイズにボム裂いた男。うん、一番ミスった。うん、あ待ってごめんなさい、アイスイズにボムタブを押さえたらダメです。わかりました。でもこれまだまだ参ります。
マジアチャで行きたい。強いって。アイスイズゴボリ。マジで。見なさすぎてやばい。これ。いやーでも結構入る。いいね。仲良くして。やばすぎー。スケラカクロスだと思っちゃったっすね。さあ、これ来る。2500か。檻がやべえな、檻が。なんで檻なんだ。さあ、後ろダックに来る。マジ、俺がクロロワで、あんなにゴルナイマジで許せんとか、クロス嫌いとか言ってますけど、あんなん可愛いもんよ。マジ、ダックにマジ嫌い。ゴルダックの後ろから組んできゃ勝てると思ってるだろ。その通りだよ。だから嫌いないよ。マジやばすぎ。マジで嫌い。ああなんか気づいたら溜まっとるわ。ああ俺悪いことした。俺が悪いことしたか。え、めっちゃなんか強えやそのゴル。ほんとか。マイティに行かれるやつだけど、俺にはぶっ刺さり。ああ知ったわ。なんだこれ。おーい、ゴボリ許せん。さあ、まあこういうこともあります。序盤で、はい、変なことするとこうなります。しっかりね、アイスイズにはバルキリーかね、マジアチ合わせてね。はぁ、マジ嫌い。これでなんか追いつでクロスとかさ、そんなん来るとマジ嫌い。今日の動画休む。レイン、いやマジでクロスじゃないこの人。全然ローフです。クイック来い。キング起動してあげよう。新鋭対ロイホグか、もしかして。そんな顔もしてんな。えぐーい。あー、キョスケロイホグブチャンスね。ってことはこれ固めると嫌だし、反対に飛ばしても簡単に処理されるんで、これぐらいがちょうどいい。はい、キョスケロイホグの、まあ、なんかの枠が未来になってんでしょうね。おい、あれ歩きすぎじゃんね、あいつ。カッチーン。キョスケロイホグですけど、ボッコボコにします。はい。マジボッコボコにします。めちゃくちゃいいロイホグするやん。ボコボコにされそう。いやでも、うん、入りすぎ。やったか、マジで。ミラーね、ミラーを覚えておかないといけない。まあでもホバリングが多分いなくなってるんですよ。ミラーの枠がホバだと思うんで、まあ柳あるとしてだとすれば、だいぶ戦いやすくはなってるんじゃない。マサネ君使い方ちょっとうまいな。さあ次、一応ボムまだあるんで、これだけでうざいやろ。ヤナメ使った。ああ、ヤナメミラー。あ、でもえ、バルキリーぶっ刺さるやん。ええんですかいそれ。ちなみに左とかもう終わりやん。さあラッキー、気づけば呪文圏内、呪文ねえけど。ちょ、マジ暇なんでカード回しして、もうボムを置いときゃいいや。これフェイク、俺には分かる。お前はこっちだでしょうね。
でしょうね。そんな顔をしていた。マジアチャであのザッピを射抜いて気持ちよくフィニッシュといきましょう。バイン。いやマジアチャ強えな。まあ今矢の雨がやっぱ強いんで、こういう矢だけデッキにもね、はい、だいぶ刺さります。さあ初っ端の一つせこい戦術を皆さんに授けよう。ディガーからの、はい、初手この5コスめっちゃ強いです。なぜならディガーに対してユニット出すんで、もう1枚ね出さないといけない。強制2枚吐きで手札が事故ってたらオールブレーカー刺さるよと。まあリスクは一応キング起動されちゃうぐらいがあるんですけど、まあ意外と強いです。せこいです。うわこれマジバルキリーディガーウォールブレーカーまで行きたいの。なんだもう遅延スキルかこれ。ここでウォールブレーカーまで行きます。あーいいボム射抜きて、これ射抜きてから射抜いたらやべえな。射抜きます。関係ねえ。はなんだこれ。いやボムライトめっちゃ、えナイト、えさっきこれでゴレで出てきたんですよね。こんな感じでアイスイズそんないないけど、今日珍しい日だ。さあまあここでウォールブレーカーまで行くと苦しいよねと。やべえこのウォールブレーカーの位置甘えてる。禁止される。なんだ遅延スケラライトニングという予想。それだけはねえか。いやゴレーゴレっぽいな。ちょっとうざそうなんだよ。ナイトだし、ナイトだしね。マジなんだ。えこれほんまに何のデッキですかお兄さん。ゴレってナイト入る、入らんよ、入るわけもなく。マジめ、え、これライトニング削りされそうじゃね、そろそろ。え？やばいって、どういうこと？引きこもり極めすぎた、もしかして。え、これやばくない？どういうこと？あれなんでっけ、なにこれ、ロイジャイ本気でないこれ。あーロイジャイ当たんな今日は。いろいろとと予想が当たりますね。このナイトはね、射抜くの多分バレるんでね、もう一枚ぐらいピッて出てくるっすよ。釣れた釣れた、大量大量。行くよ行くよ。射抜くぜベイビー。いやマジ無限回転早いかんな。もうこうなったらもう相手はねきついですよね。はい、いらっしゃいませ。おっ、まあ、さあまさかのナイトロイジャイ。なんか今日珍しいデッキ多いな。まあ、セパって射抜きよ。あーこれは最近流行ってるゴルナイディガっぽいみたいな感じかな。フェニックス来たらもうぶち抜きます。トルネ、あー違う、あっちはゴルナイ、なんかこう書いてんだよ、わかりません。
キョスケドリル。え、何このデッキ。おー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 おおお。お散歩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 。やべ。あ、やった。あー、マジ。ゴルナイの対応下手なんですよ。本当に。もうちょっと頑張んないと。今後クララをやっててずっとゴルネイに悩まされることになる。まあでも結構空いてんな。なんだこれ。クエイクホグにしてもゴルネイいるしな。いやマジ。今日変なデッキめっちゃ来るやん。マジでなんだこれ。キョスケゴルネイクエイクっしょ。ホグ入ってんのかな。もっと飛ばすタイミングあったっすよね。いやこれマジでまたタワーに行く？やめて。ほんまに嫌いやん。ちょっとあはは全然いい。まあこれさすがに、ああ、自分から行くんじゃない。さすがに右サイドだよなと思いながら頑張って守りましょう。ありがとう。やべ、一発押し。あー、一発で十分よ。贅沢は言わない。一発くれりゃいいな。なんか爆弾あると起きにくいっすよね。お、マジで金髪。お前黒髪に。あー、やばい。あ、噛み合わない時期来てる。マジやばい。いや、いい取るね。怪しくなってきたぞ。え、スタバ行くの。え、お前、え、お前ほんまに知らんぞ。マジでゴルナイやばすぎだろ。もうそんなの関係ない。ゴルナイがやばいとかもうトルネードで思い知らせてやるよ。マジアちゃん、お前こういう、あ、いや、マジ、あ、いいよいいよ、はい、マジゴルナイやばすぎ。感情追いつかん。はい、おめでとう。結局ね。結局最後はトレネマジやっちゃだかんな、こんな。おお、ジョン、これあれやん。エリゴルで世界一取ったやつやん。伝説の話題になった。ね、エリゴルで世界一って普通にやべえん。枯渇だしかも。あ、これ金儀できたな。もったいない。大砲マイティの懐かし枯渇が来たっす。あ、これ内側に、お、なんかめちゃくちゃマジェチャの気分次第では、いや、めっちゃ気分いいやお前。いや、でかいなこのダメージ正直。うおぉ。みんなびっくり。プリンセスだな今のは完全に。プリンセスちぎりました。引き裂きました。斧で。こうなると、もうなんか気楽だな。キング起動できたし、ダメージリードもある。こっから負けろが難しいよねって話だよな。
あらボムなんだ。あー、端前プリン稼ぎやっすね。痛いよ。ボムっすね。なんかマイティコカツって大砲だったと思うんですけど、まあまあどっちも変わらんか、俺からしたら。読まれにくいってことかしたい。でも端前プリンしたいか。ああ、マジやっちゃ、これ右手にミスった。もう一発、もう一発欲しいな。さあロケが来る。もともとエリゴレの民なのに枯渇うまくね。ボムタワーちょっと長いなあんた。うわあ、待って、やばい。ああ、これは美味しすぎる。いやー、あのボム。いやー、さすがに勝ったっすね。うい、チンタ。いや、枯渇久々に見たわ。何年ぶりだ、マジ。玄関機枯渇いいんだ。というわけで、こちらマジでチョールブカ。チャンピオンいないのがね、やっぱいいとこかな。はい、皆さんもやってみてください。では、お疲れ様でした。またねー。